だいぶ来てますね。だいぶ来てますよ。完全に。あの1回目とは違ってまとまってきますね。バレンタインです。ありがとう。ありがとう。嬉しい。嬉しい。まさかのやつ。こんな日にリハ入っちゃって申し訳ない。クッキーとお肌をきれいにしてほしい、ね、お肌気になる年頃。美味しそうですかもう。ベイカーベイカーバカベイカー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 ありがとうございます。ありがとうございます。ホワイトデーこれどうするな。あこれはホワイトデーアレンジレンジだ。ちゃんとライブを想定したリハになってきたので、だいぶ仕上がってきたんだと思ってます。ライブのなんか進め方とか、なんか構成とか、こういうパフォーマンスしたらおもろいんじゃないみたいなことを結構喋ってたんで、そういうのなんかマジでライブが近づいてきてるなっていう感じが、なんかバンドやってるなっていう感じしたんです。いや、楽しみですね。今までそのもう演奏のみでそのやってたのに歌がつくっていうのはすごく楽しみ。今日初めてなのでなんか皆さんの歌直接聴けるのめっちゃ楽しみです。エボーだから諸星さん。諸星です。お願いします。お願いします。神谷サイコログラメカ柳田と申します。よろしくお願いします。お願いします。お世話になってます。よろしくお願いします。アレンジレンジの陽明です。よろしくお願いします。本当ありがとうございます。本当ありがとうございます。わざわざリハーサルまでありがとうございます。ありがとうございます。俺たちの中ではケンジ君一応このボーカルコンサンニのリーダーに一応したちょっと締めなんで。一番年上でしょ。まさかの28位。緊張するよね。嬉しい。いや本当に嬉しいです。初めてなんでもこうやって外の現場で一人で行くの。マジ本家がなんかめっちゃ楽しい。どういうストリストで最後ですか。ラストサビ以降でみたいな感じを最後の方見たら、自由に煽るっていう手もあります、うん、今日は声出し OK になりましたんでこの曲歌いませんかみたいな、うん感じの煽りがあってでバーってみんないい感じにこう会場あったまってきそうな感じになってわーっていう感じになったら、うん、じゃあ曲いきましょうみたいな感じにしたって、うん、それをちゃんと尺を持ってバーってコール&レスポンスをするか、はい、それとももうバーってかき回してる中でみんなでバーっていこうぜみたいな感じでこう、うん、だんだんこうバーって盛り上げていくかみたいな感じにするかっていうのは。ケンちゃんアレンジレンジよりアレンジレンジじゃん。俺たちがそれを昭和しちゃってる。ごめんね俺たち。俺なりに言いたいこと全部言ってくれてる。その通りなんですよ。よろしくお願いします。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 本家ぶち殺すってギークもできました、ね、おケンチさんじゃないですか。いやいやちょっと怒られるっすね。ギークも言ってました。なんか一言言いたいぶち殺します。
期待できる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごい楽しい、ね、楽しい、めっちゃ楽しいなりそうな。バンドもすごいしね。すごい、ね、素敵なバンドさん。あんまなかなかコピー版とかやる機会あんまない、うん、ね、めっちゃ幸せです。みんな個性あるし、確かにバンドメンバーとしてもお二人も、そうですね、なんかそれぞれちょっと、ね、似た部分もあるけど、なんかお互い全然違うところ、美味しい部分もめっちゃ違うから、うん、またなんか、うん、本番とかすげえ楽しみだなって。そうっす、ケンジさんがマジ引っ張ってくるのか。いや、本当に年離れてるか。すごい、モロ君同い年なんですけど。あ、ですよ。なんか3個下ぐらいちょっと待って、末っ子肌感やっぱ末っ子あるね。そう、なんか愛、誰からも愛されるだろうな。後輩感出ちゃうんですよね。なんか初対面すごく後輩感が出ちゃう。人見知りなのかなんかよくわかんないですけど、うん、みんな、はい、なんかタトゥー入れるらしいです。あ、入れます。ちょっとあの歌詞間違えるのが怖さ。ラップのここにタトゥー入れます。歌詞のタトゥー入れます。めちゃくちゃ絶対使えんね。最高に楽しかったですね。いや、楽しかったです、マジで。今までずっとその人、なんて言ったの、元の音源のボーカルだけ抜き出したデータと一緒に演奏してたんで、やっと生身の、ね、ボーカルと一緒に演奏してみて、ね、やっぱ全然違ったんで、なんかライブがマジでやるんだっていう実感がすげえ湧きました。熱量がめちゃくちゃ上がった感じがしました。スタジオの3人のゲストボーカルめちゃめちゃやっぱ良かったですね。花形ですね。なんかいい、しかもなんかいいやつらでしたね。なんか初めましての人もちょっといたんですけど、うん、めっちゃいい子らで、なんかかましたろうっていう感じもちょっと普通に俺たちがかまさせようっていう感じもありましたね。行って行け行け行けっていうのをいろんな曲で押し出していけ、確かにしました。あとケンちゃんのリーダーシップがすごい。ああ、そう、本当に。あのアレンジレンジメンバーと言っていいですね、彼は。あ、いいですね。いいんじゃないですか。いいですね。だってね、前のスタジオ遊び来た時ヤクルト1000持ってきてくれたし。いや、そう。もうめちゃめちゃケアが全部行き届いてて、うん、あのいろんなね、取り回し、俺たちが言いたいこととかも全部言語化してくれて、はい、あの伝えてくれて助かりましたね。全然違う話していいですか。はい、はい、今日バレンタインデーじゃないですか。はい、くれたっすね、みんな。あ、くれましたね。いや、マジでございます。いやいやいや、ゲストボーカルをちゃんと渡してたから、ね、すごいです。さすが。いやいや、あ、昨日すごいこう会に走りました。昨日、もうその時用意してくれて、ありがとう。そんな、なんかバンドがなんかこう、はい、愛されてるバンドだなって自分たちで思いましたね。自分たちで自分たちのバンドを結構愛してるなっていう感じ。そうそう、大事に楽しくやりたいなっていう感じをみんなしてるなっていうのがすごい。週一で会ってるしな。そう、確かに。そうですよね、かなり会ってるから、そのグループも高まってきた感あるね。ちゃんとそのなんか楽しい感じをライブで伝えたいなって思うようになりました。うん、なんか演奏だけじゃなくて、俺ら楽しんでやってますよをちゃんと出したいなって気がしました。オレンジレンジの皆さん、どうもアレンジレンジです。やった。新しいボーカルが参加してくれましたけど、はい、スタジオしたら。めちゃめちゃ仕上がってたんで、いやー本当に来てるよ。ビビると思いますよ、当日マジで。ほんとビビると思います。もしかしたら被ってる曲かもしれないけどね。いやー、分かる。その時はほんとガチンコ、ガチンコっすよね。もし被ったら、だってお客さん決めていいわけだもんね。最終的にね。あ、好きな方別に、まあ不利、圧倒的不利。いや、だけどなんかボーカルの力を、ね、そうだね、もう入れてだいぶ本当にめちゃめちゃ仕上がってきてるんで、なんかもう使える脳みそ全部使ってるよね。使ってる、本当に本当に使ってる。あのこんだけこのバンドにこのカロリー使うと思ってないから。言い方よ。いや、ちょっとすごいなと思いました。ストレート。いや、なんかどんどんやりたい、どんどんやりたいことが増えてって、実際ライブ感を作るためにあのだいぶいろいろとまたアレンジもそうかなり練ってきてるんで、これ楽しみにしててください。そうです、これはもう本当に本気より盛り上げるつもり。よし、バッチリなんで、お手柔らかに。最後はやっぱり。よろしくお願いします。